はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。9月は5日の木曜日ですね。11時25分頃でございまして、日経平均はあと5分ぐらいで全場引けますが、マイナス155と、この辺でうにゃうにゃし始めましたか。ドル円は 143.734 と出てますが、143.734 ですね、合ってます。はい、原油 69.48、はい、ドルウォン 1333.85 ですね。この辺りでうにゃうにゃっとしてますね。はい、まあ、全般的にドルが弱いという感じでしょうか。で、ですね、話はですね、中国の、中国っていうか、まあ、EV のバッテリー問題ですね。時々ですね、EV のバッテリーが爆発すると、爆発、あるいは燃えるということに関してはですね、よく伝えられている通りなんですけどもですね、それをですね、中国のですね、大手バッテリーメーカーのですね、経営者が認めたというですね、そんなことあんのというようなですね、ニュースがですね、なんとこれはお隣韓国のですね、中央日報というですね、割とこうメジャーなですね、サイトで報じられています。今朝8時3分に出た記事ですね、中央日報。壊滅的な結果になる中国製 EV の問題を認めるバッテリー世界一 CATL 会長の警告ということで、はっていう感じなんですけど、ちょっと読みますね。世界のバッテリー市場でシェア1位の中国 CATL の総龍軍にしときましょう。総龍軍会長が最近電気自動車で火災が急増していることについて安全基準を高めなければならないと主張した。世界各地で電気自動車火災が頻繁に発生している中で、やっぱりそうなんですね。ヨーロッパでも発生してるんでしょうね、きっと。中国製バッテリーに対する市場の信頼が揺らぐことに対する懸念が込められた発言との見方が出ている。総会長は1日に中国四川省を読めへん義賓かなもう読めへん適当に読みますからね、もうね、義賓で開かれた、あのね、中国語というのはですね、全部音で読むというルールがあるんです。訓では読みません。なんで、義賓でしょうね、前は。で開かれた2024世界バッテリーカンファレンスの基調演説で、新エネルギーの車両の安全事故が頻発している。昨年中国で発生した新エネルギー車の火災発生率は1万台あたり 0.96 台。これこういう数字初めて見ました。よく私が多分1万台に1台の割合で燃えるんでしょうという話をしてるんですけど、当たってたよみたいなですね。あのね、それでもう一つ言えるのは、中国が出してくる数字って控えめに見てですね、10分の1なんですよ。洪水で人が亡くなったとか言って、55人亡くなったって言ったら、まあ500人は亡くなってるやろなと、下手したら5000人は亡くなってると、そういうふうに私は見てるんですよ。国家当局が、国家が出してくる数字ですね、当局が出してくる数字はだいたい控えめに10分の1になってると。でこれはバッテリーメーカーの会社が言うてるんでね、その法則を当てはめるんであれば1万台に10台ってことなんですけど、もしそうやったら恐ろしいですね。でもまあ毎日ぐらいちゃうんかなと思うんですけどね。で中国では年間3000万台のうち1500万台がですね、電気自動車で売れてるんですね。ということはですね、年間1500件爆発事故があるということです。すごいやん、すごいやん、毎日どっかで爆発してんねん、その辺でと話した。その通りだったとしてもね、その10倍やったらすごいですよね。ちょっと恐ろしいですね。中国の話なんでよかったって、日本で起こったら大変、日本で年間1500台も爆発してみるのは大変やで、ほんまに。続けて、安全問題を解決できなければ壊滅的な結果になるだろうと警告した。電気自動車火災発生率を中国内の電気自動車保有台数2500万台に適用すれば、年間に発生した電気自動車の火災だけで2400件に達すると、まあそういうことですね、そういうことですね。総会長はこれまでベールに包まれていた中国の電気自動車の安全問題も認めた。あんた、
あんた今頃道歩いてるかちゃんと、ほんまに。まあ、でかい会社の経営者ですから、まあ、まあ、道は歩いてるでしょう。共産党に怒られてるんちゃいますか、お前ほんまのこと言うんちゃうわみたいな感じで。彼は、市場に出たバッテリーの多くは安全係数が大きく不足する、多くの製品が故障率を100万分の1である PPM クラスだと主張するが、実際には1000分の1と明らかにした。1000台に1台は故障するの、宝くじよりすごいね。EV 買うたら、あ、故障したっていう可能性が1000台に1台ですって。これもね、控えめな数字だと考えれば100台に1台って、そんなんあれやんか、あのその辺のあれやん、商店街のくじ当たるようなもんやん、当たったーみたいな。知らんでほんまに。続けて、全国2500万台の新エネルギー車に搭載されたバッテリー数十億個、あれよう知りませんけど、バッテリーでいくつも乗ってるんですか、4つも5つも乗ってるんですか、あの、新エネルギー車って1台につき1個ちゃうの、2個3個5個ぐらい出てるって感じですか。故障率を当てはめれば安全危険性を想像できるだろうと懸念すると。しかし自分で言うたはるんですよ、すごいですよね。ほいでね、この後ちょっと飛ばしますけど、中国中央テレビによると、中国の電気自動車火災は6から8月に発生率が高かった。また外部で火災を発見してから運転席まで広がるのにかかった時間は平均64秒。え、燃えてるやん燃えてるやんって言ったらもうすぐ逃げなあかんねん。64秒で運転席燃えるね。あのね、リチウムというものはですね、恐ろしいですね。可燃爆発物です、あれ。あの、わっと燃え上がる爆弾みたいに燃えるんですよ。中国当局は最少5分の避難時間を確保するよう義務化すると。おいおい、どういうことやねんって。燃えることを前提にしてるんかお前はみたいな。5分あったら大丈夫よみたいな。おい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 、もうね、中国製 EV なんて怖くて乗れませんよね。当たりに当たったらそんなもう燃えてきて64秒で運転席燃えるんですよ。嫌でしょそんな。嫌やん、そんな家族乗せられへんやん、ほんまに。もう新しい基準は来月かって。5分です基準が。5分以内に逃げられたら OK みたいなですね、そんな中国製の EV がですね、世界で売られているという話でございますね。ようやるわほんまにも。このすいませんね、ここね、あれなんていうんですか、あれが近いんですよ。高速のあの分岐点があるんですよ。なんていうんですかね、なんたら島、なんたってあるんですよ。なんで高速で事故が発生するとあえてプーブーブーブー走るんですね。まあそれはええとしまして、EV 燃えてへんかったらいいけどみたいな。はい、ということでこの中央日報ですね、皆さん EV を買ったらですね、64秒以内に逃げる訓練してくださいね。家族を乗せる場合はですね、64秒ですよ、安全はですね、燃えた逃げるぞって言って必ず64秒で、大事なものを持って車外に出るという、これが必要でございますんで、命がけですよ中国製 EV 乗るのは。はい、ということでございます。中央日報、壊滅的な結果になる中国製 AV の問題認めるバッテリー1位 CATL 会長の警告という記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。